ール競っていく。セカンドボール奪えるか琉球。園田がペナルティーエリアの中入ってシュートを決まった。 FC 琉球失点。先制ゴールを挙げたのはアウェーのアスルクラロ沼津。園田が3試合連続のゴールを決めました。青木がヘディングで競っていって、そのまま園田がボールをドリブルで持ち込んで左足。